俺の名前は田中聡。俺は青柳組に所属する幹部だ。青柳組には分家がいくつもあるのだが、視察に行ってこいと組長から直々の指示を受けやってきたわけだ。青柳組の分家はやたらと古いマンションのワンフロアを貸し切り、事務所として使っているが、住民がいないため出入りに気を使うこともない。そのため俺も気にせずマンションに入っていったのだが、そこで思わぬ奴に出会ってしまった。ああ、お前サトシじゃねえか？確かに俺の名はサトシだ。だがまさか分家に来て名を呼ばれるとは思っていなかった俺は、思わず踊り場で足を止めた。やっぱりサトシじゃねえか。どうしてお前がこんなところにいるんだよ。そういう相手は見覚えのある顔だ。俺だよ、俺。誰だ？忘れたのかよ。中学の時に一緒のクラスだった橋本だよ。そう言われて記憶をたどるが、思い出すのは嫌な思い出ばかりだ。ああ、あの時の。思い出したかよ。ああ、思い出したよ。そういや、いたよな。でも大して絡んでねえのによく俺のことを覚えていたな。そりゃ、てめえのことは一日だって忘れたことはなかったからな。なんだ、てめえは俺のことが好きだったのか。同性愛者か。俺には嫁がいるから無理だぞ。誰が同性愛者だよ。俺にだって嫁がいる。そうか、それはよかった。一日たりとも忘れたことがないなんて意味深なことを言うから、そういうことかと思ったぜ。それにしても、なんでてめえがここにいるんだよ。ここがどういうマンションか分かってるのか？どういうマンション？そうだな。だいぶ築年数の経ってるマンションだろ。そういう意味じゃねえや。ここはな、青柳組のマンションなんだぞ。いや、それは言い方が違うだろう。青柳組が入っているマンションだろ。いいんだよ。どうせ住人なんていねえんだから。まあ、確かにな。それで、てめえはどうしてここにいるんだよ。ああ、それは。ああ、そうか。新入りだろ。そうだろ、新入り。その年で新入りとかきっついな。なんでそんな年になってヤクザになろうなんて思ったんだよ。お前なら大学に行っていい会社に入ったんだろうね。まあ大学には行ったが、大学に行ったのにどうして今更ヤクザなんだよ。あれか？会社内でいじめにあってへこたれたってやつか？それともブラック企業だったのか？何にしてもてめえみたいな弱いやつじゃヤクザ社会を務まらねえぞ。やめとけやめとけ。やるなら俺みてえに中学を卒業したらすぐに入らねえとな。おかげで俺には弟分が何人もいるんだぜ。俺が一声をかければみんな集まるんだ。こうなるまでには10年以上かかるんだ。こいつは厨房の頃からそういうやつだった。常に俺にマウントを取ってきて、喧嘩で何人倒したとか、そんなくだらないことばかり喋っていた。俺は中学を卒業すると、高校、大学と進んだが、不良街道を走っていたこいつは中学を卒業後、どうしているのかわからなかった。わからないどころか気にしたこともなかったのだが、それがこんなところで再会するとは、全く人生というのはわからないものだ。で、お前は今日が初日か？まあ、初めて来たな。さあかよ、これから大変だな。まあ、頑張れや。それで、お前の兄貴は誰なんだ？兄貴？ここでのか？ああ、そうだよ。兄貴がいるだろ。いねえといろいろ困ることがあるぞ。いや、ここでは兄貴というのはいないな。そうかよ。じゃあ俺がいろんなことを教えてやるよ。俺はもうここで長いからよ。それよりてめえは喧嘩ができるのか？喧嘩ができねえと話にならねえぞ。厨房の頃は本ばっかり読んでて、喧嘩なんかからっきしだったもんな。まあそうだな。確かに喧嘩なんてまるでやったことがなかったよな。だよな。そんな状態でヤクザになろうなんざ無理な話だぞ。これからは俺がてめえの面倒を見てやるからな。そうだな。まず毎朝俺の靴を磨け。はあ？なんでだ？当然だろうが。俺の方が先輩なんだからや。てめえみたいな本の虫でもヤクザにしてやろうってんだ。俺の言うことを聞いてちゃんとしっかりと靴を磨くんだ。それくらいできねえと兄貴たちの靴を磨くことは許されねえからな。おお、それとしのぎだが、お前は何をするんだ？たこ焼きか？タピオカか？それともイカでも焼くのか？いや、どれもしねえよ。なんでだよ。そういうことをちゃんとやらねえと金にならねえだろうが。俺はそんなことをしなくても十分金が入るようになってるんだ。んなわけあるけ。てめえだってどこぞのボンボンってわけでもねえじゃねえか。親は普通にサラリーマンだろうが。ああ、親はリーマンだ。だが親は関係ねえだろう。親の遺産でも入って金があるとかなのか？それも関係ねえや。俺にはちゃんと。そうか、宝くじか？宝くじでも当たったんだな。それで会社を辞めてヤクザになっても金には困らねえってことか？くっさ、なんでてめえばっかりいい思いをするんだ。いや、そうじゃ。だがな、今日からはそうはいかねえぞ。何しろ、この青柳組に入った下っ端なんだ。下っ端ってのは、いろいろと忙しいからよ。俺の言うことを全部聞いてもらうからな。なんでお前の言うことを聞かないとならないんだよ。おかしいだろうが。俺が先輩だからに決まってんだろうが。たとえ同級生であったとしてもだ。俺はお前よりも早くこの組織に入ったんだ。ってことは、俺の言うことを聞くのは当然なんだよ。そうかよ。ああ、その通りだ。俺に逆らうことは許されねえんだ。厨房の頃はいろいろあったがな。いろいろって、俺はお前とほとんど絡んでねえや。何があったってんだよ。てめえは覚えてねえだけだろうが。とにかく、てめえは俺の言うことを聞いてりゃいいんだ。そうかよ。じゃあな、俺は行くからよ。何言ってんだよ。今言ったところだろうが、俺の言うことを聞けって。俺がてめえの言うことを聞く必要はねえんだよ。てめえこそ、俺の言うことを聞かねえとダメじゃねえのか。何言ってやがる。どうして先輩の俺が、てめえの言うことを聞かねえとならねえんだよ。あんまりふざけたことを抜かしてやがると、痛え目見ることになるぞ。あのなあ、いい加減にしてくれねえか。俺は組長に用事があるんだ。バカ野郎が、新入りが組長に用事なんかあるかよ。そんなことを言ってると、先輩から殴られるからな。どうして俺が殴られるんだよ。新入りだからだよ。いい加減にしろよ、何も知らねえくせに。何？新入りの分際で偉そうな発言すんな。そう言ってきたかと思ったら、途端に俺に殴りかかってきたのだ。あまりにも突然殴られたもので、俺はかわすことができず、次々に殴りつけてくる拳をもろに受けてしまったのだった。へへ、これでわかっただろうが、先輩の俺に盾つきゃこうなるってことかよ。これに懲りて、俺に偉そうなことは言わねえことだな。俺は切れた唇の血を拭うと、橋本の顔を睨みつけた。本家で幹部の俺に手を出したな。本家？幹部？俺の言葉を聞いた橋本は、きょとんとした顔をしたが、次の瞬間には大爆笑してくれた。バカじゃねえのか？てめえみてえに弱えやつが本家の幹部なわけねえだろうが。俺をビビらせようって腹なら、もっとまともな嘘をつけや。まったく、くだらねえことを言いやがる。あまりに大きな笑い声だったため、近くにいた組員が俺たちを見に来たが、顔色を変えると組長へと走っていった。嘘だと思うのか？ああ、どう考えても嘘だろうがや。嘘か冗談としか思えねえや。ガキの頃から本の虫だったてめえが幹部になれるはずがねえんだや。しかも大学に行ってたってことはや、どう考えても俺よりもずっと後に入ったわけだ。それがどうして幹部になれるんだよ。この俺だってまだ幹部になってねえってのにおかしいだろうが。俺に殴られて頭おかしくなったのか？まったくてめえはガキの頃からどうしようもねえバカだよな。へえ、そうかよ。こう言っちゃなんだが、てめえは俺のことをよく覚えているらしいが、俺はてめえのことなんざちーっとも覚えてねえんだ。てめえが下っ端だろうとなんだろうと俺には関係ねえが、俺が幹部であることは事実だ。まだ言ってやがるのかよ。バカな野郎だ。ヤクザの世界がそんな簡単なはずねえだろうが。しかも本家とはねえ。今日初めてヤクザの世界に入ったてめえがどうして幹部になれるんだろうな。嘘をつくならもっとまともな嘘をつくんだな。そう言って笑い転げる橋本だったが、その時分家の組長佐藤が慌てふためいたように階段を降りてきた。橋本、てめえ何してやがる。そう言った途端に橋本の横っ面を殴り飛ばしたのだった。組長、なんすか急に。この方を誰だと思ってるんだ。こいつは今日が初日の新入りですよ。だから俺が組のしきたりを教えてやってたんですんや。バカ野郎、ふざけたこと抜かしてんじゃねえや。この方は本家から視察にいらした田中さんだ。え？今日は本家から幹部の方が来るって朝のミーティングで話しただろうが。それは聞いてますが、田中って嘘だろ。嘘ついてどうするんだよ。謝れ。頭を下げて謝るんだ。田中さん、申し訳ないことをしました。こいつは粗骨者で物事が分かってねえ、大バカ野郎なんです。どうか許してやってください。俺は大きなため息をついた。まあ、橋本じゃしょうがないでしょうね。いいですよ。今回のことは不問にします。ありがとうございます。橋本、お前も謝るんだ。すいませんでした。まあいいさ。かなり痛かったがな。すいません。本当に申し訳ないです。組長、ちょっと話があるのでお願いします。はい。俺は橋本には目もくれず、階段を登っていった。その日一日は殴られたところが多少痛み、時折橋本のことでイラつきはしたものの、視察という大役があることで、なんとか職務を全うすることができた。組長は何度も申し訳ないと謝っていたが、相手があの橋本だけにこれ以上文句を言っても仕方がないと、俺は組長に気にするなと声をかけた。俺の方はそれで終わらせようとしたのだが、橋本は面白くなかったらしい。何せ、新入りだと思っていた同級生の俺が本家の幹部なのだから、面白く思わないのも当然かもしれない。とはいえ、これはどうしようもない事実なのだが、こうして一日がなんとか終わった頃だった。俺は組長に最後の挨拶をすると駐車場へと向かった。視察が終わったことを連絡しておくか。俺は組に連絡すべくスマホを取り出した。ああ、田中だ。今視察が終わった。俺がそう言うと電話に出た組員は、お疲れ様ですと返してきた。そっちはどうだ？俺が留守の間に何か変わったことはなかったか？そんなことを話しているとき、俺を呼ぶ声に足を止めた。おい、田中。俺はスマホを耳から離すと声のする方に顔を向けた。するとそこには怒りをあらわにした橋本が立っていた。なんだ橋本、俺に用事か。ああ、てめえのおかげで今日は大恥をかいちまったじゃねえか。別に俺のせいじゃねえだろうが、てめえが視察なんかに来やがるからいけねえんだ。そりゃあしょうがねえだろうが、俺だってまさかお前がいるとは思ってなかったんだ。それに視察ってのは組長命令だ。俺が個人的に来たわけじゃねえや。俺は、てめえがガキの頃から嫌いだったんだ。急になんだよ。どうして今そんな話になるんだよ。てめえがいなけりゃ、俺の人生はもっとまともなものになってたんだ。全く意味がわからない。お前と俺はそんなに接点はなかったぞ。俺こそお前にパシリ扱いされたことはあったが、お前と俺の母ちゃんは仲が良かったんだよ。そうなのか？全く知らなかったぞ。そのために毎日のようにてめえの話ばっかりされてや。サトシ君は勉強ができる。サトシ君は親の言うことを聞く。ってな。俺はことあるごとにてめえと比べられてきたんだ。それはお前のおふくろさんに言えよ。俺に言われても俺が言ってたことじゃねえだろうが。いや、てめえがいなけりゃ俺はそんな風に比較されることはなかったんだ。ガキかよ。もうお互いに大人なんだ。そんなガキの頃のことを持ち出されてもどうなるもんでもねえだろうが。俺はてめえよりも何かでっかいことをして母ちゃんに認めてもらおうと頑張ってきたんだ。そりゃ大したもんじゃねえか。よかったな。だからてめえが高校に行こうと大学に行こうと俺と道さえ違ければ大丈夫だと思ってたのに。確かにな。お前と俺とじゃ生きる道が違うはずだったよな。厨房の時点ではな。ところがどうだ。こうして俺が必死に頑張ってるっていうのに、俺の前に現れやがる。しょうがねえだろうが、俺だってお前がいるとは思ってなかったんだし、俺はお前のことなんて全く気にしてなかったんだから。俺としたらパシリ扱いしてくるお前とできるだけ絡みたくなかったんだ。俺から言ってもこんなところで再会なんてのはしたくなかったさ。てめえがどう思おうとそんなのは関係ねえや。てめえさえいなけりゃそれでよかったのに。俺が幹部になれば母ちゃんだって俺を認めてくれるに決まってると思ってたのに。こんなところで幹部のてめえと出くわしちまったら、俺の努力が水の泡じゃねえか。しょうがねえだろうが。だから許せねえんだよ。お前に許してもらおうとは思わねえや。なんでてめえの方が幹部になってるんだよ。しかも本家の幹部ってどういうことだよ。喧嘩もろくすっぽできねえってのに。あのほな。ヤクザイコール喧嘩って時代じゃねえんだよ。ヤクザも頭を使わねえとでかいことができねえ時代なんだ。喧嘩バカのお前にはわからねえだろうがな。俺は大学へ行って IT を学んできたし、経営についても学んできた。いろいろと資格も持ってるしな。そういうのが役に立つ時代なんだよ。悔しかったら今からでも学んでみたらどうだ。喧嘩だけじゃいつまでも下っ端のままだぞ。うるせえや。本ばかり読んで頭ばかり鍛えてきたてめえと違って俺は腕を鍛えてきたんだ。その俺が今さらクソほども面白くねえ勉強なんてできるかや。お前それは自慢にならねえぞ。うるせえや。俺はてめえが許せねえんだ。俺と同じヤクザの道を選びやがって、どこまで俺の邪魔をしたら気が済むんだよ。邪魔してるわけじゃねえだろうが、落ち着けよ。てめえが言ってることはどう聞いても、ガキのたわごとだぞ。そんなことはねえや。てめえのせいで、俺は母ちゃんから認めてもらえなかったんだからな。いや、ガキすぎるから、もっと大人になれよ。うるせえ。てめえを海に沈めてやる。俺は通話をつなげたままにしていることをすっかり忘れていた。そのため電話の向こうではこのやりとりのすべてを聞いているわけだ。そしてどうも雲行きが怪しいと思った電話番はこの件を組長に通していた。すると本家の組長は俺にイチャモンをつけている橋本のことを知らず、ただ言葉だけで捉えたため、これは大変だと思ってしまった。故に分家の組長である佐藤に連絡を入れたのだった。まさか本家の組長から連絡があるなどとはつゆほども思っていなかった佐藤組長は驚いた。一体どこでこんなことが繰り広げられているのかと大騒ぎになったらしい。そんなこととは全く知らない俺は、橋本のくだらなすぎる言いように笑いを噛み殺しながら言い分を聞きつつ言い返していたわけだ。俺の前に現れたのが運の月だぜ。てめえを叩きのめして魚の餌にしてやれ。おいおい、身内同士でそんなことをしたら大変なことになるぞ。しかも俺は幹部なんだ。そうそうお前にやられやしねえぞ。そんなわけあるけ。てめえが俺に勝つなんてこと絶対にあるわけねえんだ。魚の餌になりたくなかったら今すぐ土下座して謝れ。なんで謝らないとならないのか全くわからねえや。俺の方が被害者だっただろうがよ。謝るならお前の方だぞ。今日だって急に殴りかかってきたんだから。てめえが新入りのくせに偉そうなことを抜かしていたのがいけねえんだろうが。最初から視察だと言えばどうなってた？お前は俺のことを逆恨みしてるらしいから、きっと結果は同じだったぞ。そうかもしれねえな。だから俺はてめえを叩きのめす。悪いことは言わねえからバカはやめろ。バカじゃねえや。覚悟しやがれ。そう言って俺に飛びかかってきた橋本。だが、好き好んでやられるわけにはいかない。俺は散々やられたのだから、今度はちゃんとお返しをしなければ。さすがに俺のプライドが許さない。俺は飛び込んでくる橋本の手を取ると、背負い投げを決めた。橋本はルール無用の喧嘩拳法だが、俺は武術を習ってきた。相手の隙を狙って叩き潰すことができる。いくら頭脳勝負でやってきたとは言っても、ヤクザになるにはそれなりに腕っぷしも必須科目だ。そこを無視していたら痛い目に遭うことは分かっていた。だからこその武術なのだが、弱かった俺がそんなことをしているとは思っていなかった橋本は何も考えずに飛び込んできたというわけだ。おかげで俺の圧勝となり、俺は橋本をボコボコにしてしまったのだった。そこに佐藤組長や組員たちが駆けつけたものだから、ことは大きな問題へと発展してしまった。これは、一体。ああ、佐藤組長。どうしてこんなことに。まあ、これには理由があるんですが、それよりどうしたんですか？皆さん血相を変えて。橋本のやつが田中さんに喧嘩を仕掛けていると聞きまして。なんでわかったんだろう。スマホ、つながってるようですが。そこで俺は初めて通話中だったことに気がつき、耳に当てた。すると電話の向こうでは、田中さん、田中さんと連呼していた。ああ、すまん。電話を切るぞ。俺はそう言うと電話を切ったが、そういうことだったのかとわかるとおかしくなった。すいません、こんなことくらいで、ことを大きくしちまいまして。ええ、とんでもねえことです。うちの組員が、まさか、朝に引き続きこんなことをするなんて。どうやら、俺に恨みがあるらしいですから。恨み？一体どんな？こいつと俺とは、厨房の頃の同級生なんですよ。俺は厨房の頃は、喧嘩なんてまるでしない陰キャなやつだったんですが、こいつの母親はそんな俺を勉強のできる優秀なガキだと思っていたようです。それで毎日のように比較されていたとかで。それで恨んでたんですか？驚きですがね。バカな野郎だ。それだけで終わればよかったんですが、それを持ち出して俺を海に沈めるなんて言い出したもんですから、このままだとやられると思いまして、叩きのめした次第です。橋本、お前、一体何を考えてやがる。俺は悔しかったんですよ、久美ちゃん。悔しかったからってガキの頃のことだろうが、いい大人になってそんなことくらいで馬鹿げてるとは思わねえのかよ。しかも相手は本家の幹部だぞ。お前に勝てる相手じゃねえだろうが。そうは言いますが、ガキの頃から本ばかり読んでいたようなやつです。幹部になれたのだって勉強したからだって話だ。だったら俺が負けるはずはないじゃないですか。事実負けてるだろうが。あのな、橋本、頭脳を鍛えただけで幹部になれるはずないだろう。俺は武術を習ってるんだよ。ヤクザになろうと決めた時からずっとな。おかげで今は黒帯だ。喧嘩拳法のお前なんかは簡単に叩きのめすことができるんだよ。そんな、なんで先に言わねえんだよ。言ったところで信じねえだろうがよ。まったく、くだらねえことばかりしやがる。お前のようなやつは破門だ。さすがに分家のメンツを考えたら、橋本を破門にするのは妥当だろう。だがこれで破門にしたら、次に何をするかわからない。それに相手は同級生だ。破門は勘弁してもらえませんか。さすがに同級生なんで、こんなことで破門にされたんじゃ、俺も目覚めが悪いや。ですが、こんなことくらいでガタガタ言いやがるこいつの根性が許せませんよ。あまりにガキすぎるじゃないですか。だったら、金でケリをつけるというのはどうでしょうか。金ですか。組長、こんな奴に情けをかけてもらいたくはねえや。破門にしてもらって構わねえ。おい、橋本。破門にされたらどこに行くんだよ。くだらねえプライドよりも冷静になって問題を解決した方がよくはねえか。そうですね。こいつを野放しにしたんじゃ、また何をしでかすかわからねえや。だったら金で解決した方がいいでしょう。金でって言うが、俺には金なんてありませんよ。額は佐藤組長への迷惑料として2000万。本家への迷惑料で2000万。俺への慰謝料が2000万。計6000万でどうです？おお、それはいいですね。だから、金がねえって言ってんだろうがよ。金がねえのに、どうやって払うことができるんだよ。家族に借りるなり、どこかから借りるなりすることだな。働いて6000を払おうったって無理な話だろ。くせえ、俺の家族だってそんな金あるわけねえや。そう言った橋本だったが、スマホを取り出すと、清流金融に電話をかけた。借りればいいんだろ。金はすぐに払ってやれ。電話が終わると、すぐに金田が来るという。組員たちは、そんな橋本を見て口々に、橋本も終わりだな、と言っていた。金田に借りるのだから、借りた後は大変なことが待っているだろう。それを覚悟の上で借りるという橋本に、こいつはガキの頃から根性だけはあるやつだったが、そこは変わってねえんだなと思った。しばらくすると金田がやってきた。6000万を3つの口座に送金させると、俺としては話は終わりだ。覚悟のついている橋本は、出された書類にためらうことなくサインをしていた。おい、金田さんよ。俺はどんなしのぎに回されるんだ？はい。橋本さんはカニ漁船に乗ってもらいますよ。そうかい。まあ、まだマシな方か。そうですね。海にさえ落ちなければ戻ってこれますからね。ああ、その通りだな。おい、田中。戻ってきた時は、今度こそてめえを叩きのめしてやるからな。覚悟しろやな。橋本はそう言うと、金田に連れて行かれたのだった。カニ漁船に乗ると、橋本が戻ってこないことで、その妹が組事務所にやってきたという。組長さん、兄が戻ってこないんですが、何か知りませんか？あんたは、橋本の妹か。はい、兄を知りませんか。あんたのお兄さんはバカやって今頃は海の上だ。海の上？ああ、カニ漁船に乗ってるのさ。え、あの兄がカニ漁船？まさか自分から漁船に乗るなんて言うとは思わなかったがな。なんでまた？6000万の借金をしたんだよ。それを払うためだ。そのうち帰ってくるだろうよ。カニ漁船なら仕事は過酷だが戻ってこれねえような仕事じゃねえんだ。はあ、そうですね。まともに仕事をしていることに驚きましたが、でも安心しました。母にも安心するように伝えることができます。お母さんは元気なんだろ？いえ、それがあまり元気とも言えなくて、だから兄に帰ってきてほしかったんですけど。それはどういうことだ？母はもともと体が弱くて、兄が悪さするたびに心労が重なって、今では入院生活です。私はそこまで心配するくらいなら、親子の縁を切ればいいと思うんですが、母にはそれができないようで。それはそうだろうよ。自分の腹を痛めて産んだ子だ。そうですね。きっと母には私にはわからない思いがあるんだと思います。だから何とか戻ってきてほしいですが。もし連絡が取れたら、その時は今のことをちゃんと伝えてあげるよ。ありがとうございます。この話が本当なのかどうか、それは俺にはわからない。だが、妹だという女の目は真剣で、口ではあんな人と言いながらも心配していることは明らかだった。できることなら元気に戻ってきて、今度こそ親に心配をかけない人生を歩いてほしい。そう願うしかなかった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。